良くも悪くも、未来、それは子供らにこそ、ある。未来を大事にするそれは子供らを、ということは女性を、大事にすることに、つながる。皇帝がどれだけ横暴でも、その人々、それ、が仰ぐのはなぜか？自分らの未来を守らんとするからだ。その時、条件が。皇帝の意向の結果、子供が死んだ。それは皇帝が未来を否定した、そういうことに、つながる。なら、いらない、あなたは皇帝ではない。これは、道理だ。確信として消えた。いろいろなんというか、肯定は消えた。感じに、確信的なものはある、ような気にはなってきてて。皇帝を失った、その人々の意向として、もう、皇帝など仰がず、それは、そうはまだ、なっていないが。それでも方向性は、黄昏の狩人、その根元に、今は、神様、それはある。意向を聞くのに少し、困難さはあるが。無理でも、ない。